皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。初めての方は初めまして。今回もご講覧いただきましてありがとうございます。ハンナミレイです。カジュアルプロモートパート7円数字や。それでは始めましょう。 FR モードを達成率 100% を目指して今回も頑張っていきます。前回とは違うコースを選びましょうね。今回はこちらのコースを選択します。まあ残すコースもわずかですよね。まあ、早いとこ追加コースを行わなければいけないなというふうに、まあ、拍車がかかっているわけなんですけど、まあ、進行中の私の走行に関してなんですけど、まあ、高性能マシンは潜在する力を発揮していかに他のマシンへや壁、障害物への接触を恐れずに、豪快に走りを決めるのがドライバーというものではないかという一理論から外れた方向性だということは私自身も、まあ、承知しているわけなんですけど、まあ、ご覧になられていらっしゃる方も中にはね、うんうん確かにとうなずいていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。マシン選択、うん、まあ、海外メーカーのね、バラエティに富んだマシンが多く取り揃うこちらのタイトルをプレイする上では私の中のね選択したマシンでは非常に偏ってしまっているということで危険信号が出ているわけなんですけどね、お気づきの方がもしいらっしゃるようであれば、まあ、次はぜひこういったモデルにも乗ってもらいたいものだと、とかですね、特にこういったモデルを推薦します、おすすめしますといったね、ご意見いただけるようであれば非常に助かります。またはまあそれに関わらずこの動画自体そのよく分かりませんとか、あとはまあ面白みがないとかですね、まあ、そういったご指摘でも構いません、コメント欄自由に、まあ、使っていただいて構いません。さあ、まあ、今回4WD とか乗りたいですよね。まあまあ、前回同様こちらのマシンを選択します。まあ、黒いいんですけど、周りの情景がね映り込むほどの光沢感、まあ、艶っていうのを期待してたんですけどね、そこまで、まあ、艶っていう感じではないですよね。マットなイメージですよね、どちらかといえば。私の目が悪いのでしょうか。あと、そうですね、まあ、今回はこちらのシルバーでいきましょう。S2000。さあ、こういったね、非常に趣のある幻想的なシーンで国産車同士でレースするというのもどうかと思うんですけど、第一戦目頑張っていきたいと思います。
ファイナルラップ慎重にいきましょう。VTEC サウンドが気がかりなところではあるんですけど、まあ、そこはあえて触れずに行きたいところですよね。まあ、ところどころ砂利道であるとかアスファルト、まあ、ところによってはウッドデックみたいなね、ああいった凹凸面がまあ直に伝わってくるような路面にもかかわらず終始路面は濡れた状態ということで、直進安定性もあまり期待できないようなね、まあ、コース自体はそこまで長くない、短いんですけど、注意すべきポイントが散在している、コースではないかなと思います。さあ、まあ、運が良かったと思うべきでしょうか。第1回戦はなんとか、まあ、形にはなりましたね、なんすか、続いてまいりましょう。第2戦目、優しさが感じられる運転ですね。まあ、逆にこういった雨の日にはシルバーはちょっとね、視認性が悪いと安全面ではね、あまり期待できないらしいんですけど、どこで抜かせばいいんだろう。
直線速い。若干の処理落ちとともに、結果は敗退ということで、もうこれあれなんでしょうか、序盤で抜かす以外もう方法ないんでしょうかね。あそこの試験の入り口付近でどうにかやり過ごそうという気持ちはあるんですけどね、さすがに相手も相手ということで簡単には譲ってはくれません。まあ加速旋回時においてスライド量を決定する要因の一つはアクセル回期間、まあアクセルを開けている時間ですねが有力で、コーナリングの入り口進入時の速度、またはコーナリングの形状に気をつけながら、あらかじめイメージしておいた車体の仰角に近づけられるのが一番ベタかなと思うんですけど、特にね、まあこういったコースで実現できるかどうかというのも実際は難しいんですけど、難しいといってもですね、レベルノーマルでたかがこれ式のことを何を言っているんだという話ですよね。さあ第 3戦目、行ってまいりたいと思います。
タイム的にもね、そこまでばらつきがない感じではないでしょうか。粒が揃ってきたんじゃないでしょうかね。まあ、あとは、安定感が欲しいですよね。まあ、接触他者と非常に目立ってますね。さあ、同じことの繰り返しが、何度続くことでしょうか。不安、不安が募る一方です。さあ、何戦目でしたっけ？ 4回目ですか。頑張っていきましょう。今度はタイムが落ちましたね。慎重さに気を配るというのも一番ですよね。一番なんですけど、タイムの粒を揃えるということもやはり安定性に関わるのではないかなと思いますので、まあ、今度はタイムが落ちてくると慢心して、しまっている自分がいるというふうに考えた方がいいでしょうね。まあ、どうしてもやはり第一の難関、あそこの
うん、試験員ですか、あそこで、追突接触してしまっていると。1,2,3,4,5 回目、5戦目ですね、頑張っていきましょう。残念でした、結果は、失敗ということでですね、惜しいですね、最後のファイナルラップで、気を緩めてしまったんでしょうか、接触が目立ちます。残念でした。まあ、一説としてはそのコーナリング進入時の速度が低すぎると、理想の溶角がうまく形成できないので、イン側の壁と車体が風圧と遠心力で引き寄せられていくのを感じながらアクセル回の追加分を調整するっていうのが、まあ、定石らしいですね。実際うまくできていないことの方が多いんですけど、まあ、あとはコーナリングも出口付近が実は肝心で、入り口とセットで考えるのが、まあいいみたいですね。さあ行きましょう、6試合目第6戦行きましょう。
まあそうですね、どのパートを通しても言えることは真面目すぎて胸が詰まるという点ですね。まあ、極論を申し上げますと、単にパフォーマンスを意識しすぎた中途半端なフレーザーによるプレイといったところでしょうか。まああとはこのタイトルである、まあ、カジュアルプロモートという本題についてなんですけど、一個人の視点による1タイトルへの挑戦、まあこれがこちらの掲げているメインテーマへの抱負なんですけど、追加コースなしですね。まあそのカジュアルという、まあ、カタカナでカジュアルと書いて、カタカナの2を訂正した表現をですね、あえて記号で当てたつもりなんですけど、まあ今となってはカジュアルともあまり聞かれないくらいの日本語で、説明するのも困りものなんですけど、まあ、今回の、まあ、取得したマシンをチェックしてみましょう。ランサー GSR っていうんですか、CM とかなんかそういう呼び方ね、 CE ですか、CEQ QA でしたっけ。ちょっと見てみましょう。S2000 ですね、以上ですね。まあ、今回はですね、雨のコース、マルコストラーダですか、夜のコースですね、もう走って終了します。まあ、様々な、ね、コースが存在するらしいんですけど、私自身もまだあまり知らないんですよね。早くいろんなコースに挑戦したいという気持ちも、まあ、抑えながらですね、まあ、一つ一つのことを、まあ、確実にねクリアしていこうかなと思いますので、まあ、多少の時間はかかってしまうかと思うんですけど、まあ、若干こういった幻想的なシーンに、まあ、ちょっと不釣り合いかなと思うんですけど、まあそんなことはあまり気にせずにやっていこうかなと思います。このシーンにはこういったモデルがぴったりしっくりくると、いろいろねあるとは思うんですけどね。まあ今回はこの辺で終了させていただこうかなと思います。お時間となりました。お相手は半波玲です。それでは失礼します。お疲れ様でした。